お前ら見ねえ顔だな。不審者はぶっ殺さねえと。この町も剣王軍が支配してるみたいだぜ。時のためにも剣王を思う。しまいましょう。こんなデクノボブスーッと行きましょうぜ。ひどい。寄ってたかって、あの大きな人を。ねえ、お願い、助けてあげて。随分痛めつけられていたようだけど。ありがとう、助かったよ。山が動いた。ならばこの風も動かねばなるまい。俺は土砂星の一人、風のヒューイ。土砂星はなんと極星の守護星。天を平定するは我らがなんと六星剣最後の章。そうか、ついに動き出したか。なんと六星剣最後の戦士。我が母性、なんと脅かす北斗の試験。今消滅する時が来たのだ。そんなやわな剣ではこの体に傷一つつけることはできぬ。動いたのはケンシロウだけではない。なんと最後の将もまた動いた。
五社の星は風、雲、炎、山、海。次に動くは山か炎か。あいつの仕業か。おお、なんだこそ、撃ち殺されてえのか。貴様、許さん。この男、剣法。私は五社星の一星、山の不動。我が主、なんと六星剣最後の章があなたをお待ちです。なぜ、なんと最後の章がこの俺を。我が章、永遠の光のために。その光のために、我ら五社の星は天を舞い死をかけます。そしてそのためなら、五社の星は粉塵に砕け散っても本望。剣王、よくも我が帝政を。俺は主の軍団を率いる五社星の一人、炎の主練。炎、動いたのはウヌだけか。いいや、山はすでに動いている。ケンシロウのもとだ。この剣王と同じく、ケンシロウは倒せぬぞ。倒すのは貴様一人だ、剣王。なんと北斗は表裏一体。真の天下平定は両者一体となった時に初めて成就する。なんと六星剣最後の章はこの剣王より、ケンシロウを選んだのか。野望とともに這い止まれ、ケンゴー。奴の行進はこの俺の命で食い止める、ケンゴー。貴様はここでこの炎とともに焼け死ぬのだ。なぜこれほどの執念を。我が章の永遠の光、剣士郎ならば光輝く。剣王、貴様が前に立てば我が章の星は涙に暮れる。そうか、だがその程度の炎では俺の野望を灰にすることはできない。剣王よりケンシロウを選んだ、なんと六星最後の章。どうしても会いたくなったわ。ケンシロウを止め、剣王配下の最強部隊を差し向けるのだ。シュレン、ヒュイ、お前たちの死は決して無駄にはせん。今の剣王の意志は。今の不動様より一足早く。このままでは先に剣王が我らの将に。お前たちはギューザを探してくれ。剣王の足を止めるのは雲のギューザしかおらぬ。さあ急ぎましょう、我らの将のもとへ。高い崖だな。岩でも崩れてきたら一発であの世行きだぜ。大丈夫、皆さんはこの不動がお守りします。敵がいるようだ。
から先へは行かさぬ。我ら剣王軍の死の特攻を食らうがいいわ。不動、二人と共に下がっている。不動の使いが十座という男のもとに。はっ。もしその男が俺の知っている十座であれば、その男は動かぬ。けー、新手だ。新手の剣王の部隊がこっちに向かって。剣王め、数に任せて我々を止めようと。剣士郎さん、ここは私に任せてください。あなたは一刻も早く将の居城へ。なぜこれほどの犠牲を払ってまで俺を将に会わせようとする。言ったはずです。我が将永遠の光のためにも。あなたに会えば、あのお方の悲しみに沈んだ顔が微笑みに変わりましょう。そしてあなたの宿命の旅も、そこで終止符が打たれるかもしれません。何？私とバットは大丈夫。きっと深いわけがあるのよ。お願い、不動さんの言うことを聞いてあげて。リン、タナ、不動、さあ後ろへ下がっていて。Yeah.
Yeah!
剣豪軍の動きは思ったよりも早い。動け雲の中座よ。どうです、今日玉ばかりでしょこれだけ勝つというのには苦労しましたよ。雨か。ガマガエルにかけちまったようだな。女はこの銃座がもらうぜ。銃座、女だけじゃねえ。この男が通った後は草一本残っちゃいねえという。おお、分かってるじゃねえか。だが一つ忘れてるぜ。稀に見る美男子ってことをな。このまま地面に叩き伏せてくれるわ。じっとしていればよいものを。あわよ。まだ手向かうやつはいるか。どうぞどうぞ。お利口だ。不動の手下じゃねえか。どうした。何とぞ、何とぞ不動様の願いを。一目だけでも、なんと六世最後の勝利おめでとうにを。勝利、やなこった。俺は誰にも縛られねえ、誰の命令も聞かねえ。俺はあの雲のように自由気ままに生きる。見ろこの美しい女たちよ。俺はこうやって毎日楽しく遊んで暮らす。銃座様、やはりあなた様はまだあのお方のこと。どんなに銃座様が無頼を装ってもあのお方を忘れようとする悲しい行動に見えまする。忘れい。そのことを忘れねばうぬらをこの場で叩き殺す。あいつか、我が村で暴れるバカ者は。今俺は虫の居所が悪い。手を出せば死ぬぞ。何をヘラヘラ笑ってやがるクソ野郎。やるなら来い。まとめて墓場に放り込んでやるぜ。ほらよ、大口を後悔してんじゃねえのか。泣いて土下座すら許してやるぜ。ほらよ、いいの。うるせえハエどもが、そんなに死にてえのか。ほらよ、あなたが
が過ぎるぜ坊主。ここらでお仕置きしてやらねえとな。さっきの姉ちゃんたちと飲み直して。やはり従者様の力は必要だが、一体どうしたら。時より妹のように可愛がり育てた女、そしてその女は美しく成長した。貴様がいくら思い慕ったところで、その願いだけは叶わぬ。そんなバカな。よいか、ジューザ、あの女はお前の母違いの妹。妹。そして女はケンシロウの元に走った。その女の名はユリア。しかしなぜあれほど五車星の男たちは俺の行く手を遮ろうと必死に。謎がある。ますます会ってみたくなった。なんと最後の勝負。ここはウヌラ不動の部下。この俺に薬を持ったな。お許しくだされ。これしか十座様を我らが将の前にお連れする方法が。ユーザの命、あんたにくれてやる。申します、ジューザ様。不動の軍が剣王の元までお供をします。ああ、頼む。俺の剣にはもう一点の曇りもねえ。あの敵、どこかで見た面だな。あの憲法自慢の古文。よっ。勝てるか。じゃあ試してみよう。ほらよ。
いいんだ。ジュータ様、こちらです。やはり雲の従者とは奴のことだったか。だがなぜ動いた。すでにこの世に己の心を捨て去った男が。ケシロウ、おい、近くにいるはずだ。させるか。我らが将のため、貴様らは命に代えても止めてみせる。助けてやる。雲ゆえに気ないよ。ユータ様、ほらよ、ご助力感謝いたします。いささかも衰えてはおらぬようだな。我が将のためにこの場に剣を、お前を葬ろう。従者よ、この世の覇者の剣、死での土産に持っていくがいい。剣王様とあの構えを見ても一向に怯えぬ。それどころか無防備に間合いに。我流、天賦の際に裏打ちされた荒ぶる剣に恐怖はないというか。その通り。そして誰にも読めぬ。いいか。さすがだ、ラオウ。他の男なら最初の一撃で死んでいる。これほど変幻自在の蹴り、見たこともないわ。だがウヌの剣には弱点がある。我流は功において意を発するが、主に転じて意を失う。貴様はまだ秘剣を隠しておる。試してみよう、その秘剣を。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一回きりよ。国王、沈まねえ。ラオウ、貴様の足を奪った。
俺はまだ死なぬ。生きていてこそ楽しみはある。ラオウ、これでも食らえ。ハッハッハ、これがクモの十座の生き方よ。俺は何日奴を止めればいい。2日止めればよいでしょう。やはりこの命捨てねばならない。十座様、ケンシロウ様は単独城に向かっております。このままなら剣王より一歩先に。ならば行ってケンシロウを案内するといい。俺についている必要はない。ケンシロウ、同じ女を愛した恋なだけどれほど成長しただ。この目で見てやるか。おれおれ、どうした坊主、逃げないと捕まえちゃうぞ。誰か助けて。なんだてめえは、俺たちに立てつく気か。巨匠までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は捨てられた子供たちを全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちを流産の中に。父さんは彼を救おうとして。残酷ですが、将と会うことが最優先です。我が将の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う。将の涙もこの子の涙も違いはない。
つ。この龍砂の恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。宿命ならば必ず会えるだろう。早く上がってこい。龍砂に飲み込まれた300キロの巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには龍砂の外に投げるしかない。だが一瞬にして串刺しよ。このまま死なせはせん。ケンシロウさん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。フド、しっかり捕まっていろ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。ケンシロウさん。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵、ケンシロウを抹殺せよ。Yeah.
様の相手をしている暇はない。早くかかってこい。このシューザ、負けたわ。ケンシロウ、さすがにユリアが愛した男よ。行け、主の元に戻るがいい。血を捨てに戻ったか。俺は寂しがり屋でな、貴様を道連れにしている。久しぶりにヒリヒリしよう。ウヌの秘剣、この目で確かめてやるわ。もとより秘剣なくして貴様を止めることはできぬ。ガノ剣の神髄、その目に焼き付けておくがいい。おい、ジューザ、この剣王が叩き潰してくれるわ。ガノ剣の神髄は排水、防具があってはそこに油断、甘えが生ずる。ラオイ、聖かしかどちらかしかない。排水の剣の意は貴様が一番知っていよう。ジューザ、自ら命を懸け救祖と化したか。だがネズミに獅子は倒せぬ。ほらよ、おりゃyou
撃排水槽。すさまじい激昇だ。身をすり合わすほどの接近戦がお前の非奥義と見た。最後の種明かしも貴様には一瞬にして見破られてしまったようだな。さすがだラオ、この方をついて致命の一撃をかわすとは。そこは共鳴という飛行、もはやこれまでだ銃座。その手は崩れ去る。これが私の村です。子供たちを降ろして将のところまで進む。不動の父さん、おかえり父ちゃん。さあケンシロウさん、参りましょう。お前を連れて行くわけにはいかぬ。この子たちにはお前しかいない。しかしお前は死んではならぬ男。面目ない。もはや隠すこともあるまい。なんと最後の将の正体、教えてくれぬか。さあ撃ってこい、ラオウ。将、あんたに会った時からこの命ないものと思っていた。メイドの土産に腕一本もらっていくぞ。ウヌは己の命を腕一本と引き換えにする気か。あと一息だ、持ってくれ。貴様のその執念、いえ、なんと六聖剣最後の将とは何者か。誰が言うか。知れば疾風となって将のもとへ走る。天を握った貴様が最後に望む者が我が将。今日まで我が将の正体を覆い隠しておりました。その理由は一つ、野望の暴挙勢剣王の耳に入るのを防がんがため。我が将は女性にございます。女？さよ。なんと六聖剣最後の将はあなたが愛したユリア様でございます。あとひとひねりで貴様の腕は砕け折れる。中佐、ウヌは剣王の力を見誤った。剣王の肉体は砕けぬ、折れぬ、朽ちぬ。ダイヤモン店長、もはや意志とは関係なく貴様は口を割る。さあ答えよ銃座、将とは誰か。誰が逆らおうとすれば、その肉体は毛根に至るまで血を吹き出して崩壊する。いや、そうだ、言ってしまえ銃座。剣王の
意志で動く。ざまあ見たか、ラオ。俺は最後の最後まで雲の十座。敵ながら見事であった、ジュザ。ここに葬ってやろうというのか。攻めはせぬ。この剣豪以外、ウヌが唯一その背を許した男の死、その気持ちもわかる。雲の十座の霊、丁重に葬れ。十座よ、ウヌが語らずとも、その清潔な死が俺に将の正体を悟らせてくれたわ。走れ国王、将のもとへ。はやー！